皆さんこんこにちは田中です、えー、前回に引き続きコーヒーヒの,の話をしていきたいいいと思いますで、まあ、いざあの自分がコーヒーのハンドドリップを始めるとなった時に、まあ、前回はその道具をいろいろ買い揃えたりして、まあ、とりあえず始めてみたっていう話をしたんですけど、まあ、コーヒーをハンドドリップで入れるようになると、まあ、もちろんコンビニとかでも豆が引いてあって売ってたりもするんですけどあの直前に あのコーヒーを入れる直前に豆を砕いた方がすごく香りもいいし味もいいのでやっぱり豆が欲しくなるんですよね。で、まあ、コーヒーを始めてすごく面白かったのが、まあ、その豆を売っているコーヒー豆屋さんがいつも使っている最寄り駅のすぐ近くにあったんですね。で、まあ、それまではもうその前を何度も何度も通っているのにほとんど認識していなかった。 っていうことにあの結構驚きましたで今ではもうかなり5 0ルとか離れててもすごくそのコーヒーを焙煎した香りっていうのはもう漂ってきてでまっすぐわかるんですけどまあ、あと道中歩いててお店があったりそういったあの焙煎してたりするとあこの辺に何かあるなっていうことにもっまっすぐやっぱり重要度が高いので気付くんですけどそんな。あの 自分がやってなかった時ですよね。まあ、重要度が低い時って本当に気づかなくて、前を通ってるのに、まあ、そこにどんなお店があったかも。気づいていないぐらいの。認識だったっていうのに、あのすごく驚きました。まあ、それがあのコーチングだとゴールとかラストの関係で説明されるんですけど、まあ、まさに本当に自分の関心のないことっていうのは本当に認識してないなっていうのが、まあ、あの。 すごく体験ししたた出来事でした、まあ、逆に、まあ、今ではあの道を歩いててもいろんな場所にあのコーヒーショップとか、まあ、喫茶店だったりあの豆を売ってたりするとすぐ、まあ、目に入ってくる、まあ、逆に他のものが入ってないのかもしれないですけど、まあ、そんなふうに結構変わったのもすごく面白かったですね。でそれから、まあ、豆だけではなくて、えーとまあ、道具っていうものも、まあ、最初はアマゾンとかでこう検索して。 えー、まあ買ってたんですけど、まあ、だんだん、あのー、ちょうどコロナが収まって、えー、と外に出られるようになったタイミングで、まあ、雑貨屋さんとかですね少し大きめのところに行った時に、えー、とそういった売り場に行くようになってみて、まあ、こんなに道具って売ってたのかっていうのにもすごく気づいたのがすごい驚きだったんですね。で多分その以前も前を通ってたりはすると思うんですけどほとんど認識していない。 でコーヒーの道具の、まあ、向かい側にあだいっい、えー、とコーヒーカップの売り場とかがあったりするんですけどでもその、まあ、ここにちょっと今並べてるようなこういったドリッパーそれから、えー、と入れるために必要な、うんとまあ、ケトルとか、まあ、そういったことはほとんどあの認識に上がんないんですよね。で逆に、まあ、今度上がるようになるともうそこにはこう自分があの欲しいものがたくさんあるので。 まあ、とても長いしてしまったりもするんですけど、まあ、そういった中でどんどん新しい、えっと、道具が見つかったりとか、まあ、あともっとこういう道具があるとこういうこともできるのかっていうのがあの見つかったりするんですよね、まあ、でもそれもやっぱりやってみたからこそなんかこういう道具もあった方がいいなとかなんかこれうまくいかないなっていうのが出てきたときに実はそういった、えーっとまあ、悩みというか。 まさにそこを解決するような道具が開発されてるったりすするんですよね、まあ、なんかそういった中でこうやってみて初めて重要度が上がっていろんなものが認識されてでそこでまた新しいものに出会っていくっていうそういったあの新しい道具とかお店との出会いっていうのも趣味を始めてみてあのどんどん変化した結果だなというふうに思ってます。で逆に まあその趣味があればそういったものはどんどん目に入ってくるんですけど、まあ、これからじゃあ何か趣味始めたいっていうでも何かあの面白いものが見つからないっていう場合は例えば,、まあ、例えばその雑貨屋さんみたいなところに行っていつもは見てないようなところを見てみる例えばあの、まあ、コーヒーの売ってる売り場だと大体日用雑貨が売ってたりするんですよね。で僕が行ったお店ではその横にえ例えばこう ハンブラーが売ってたりとか、まあ、お皿が売ってたりとか、あとは、えー、アロマが売ってたりとか、まあ、そういったいろんなちょっと近い領域の雑貨が売ってたりするんですよね。で、もちろん他のフロアに行けばいろんな、えー、まあ、別のジャンルのものが売ってたりすると思うんですけど、まあ基本的にあのそういったお店に行くと自分にとってすでに重要なフロアとかあの領域エリアに。 えー、行くと思うんですけど、まあ、そここであえててて普段行行っっないところに行ってみるで本屋さんとかでも普段自分が行かない棚に行ってみると意外とそういったところから面白そうなものが見つかったりする時もあるので、まあ、何かあの趣味を探してるっていう場合は、まあ、あえていつも自分が行かないところに行ってみるそこから探してみるっていうのもいいかもしれません。